マリポのキーニチだ。よろしく頼む。依頼を出すときは報酬の額を提示してくれ。ん？それで終わりか？はあ、お前ってやつはせめて仕事がいかに早くて的確か、あと過去の戦績も並べて安心して任せられるっていうのをアピールしたらどうだ？んで相手の期待が高まったところで見合う報酬を望むって言うんだ。商売の小の字も知らねえのか？偉大なる聖竜グフル・アハウがお前みてえな間抜けと契約を結んだって考えると、はあ、穴があったら入りたいぐらいだ。アハウの性格は知っての通りだ。だからこいつの言うことはあまり気に留めないでくれ。キーニチこの野郎、ここから出たら後悔させてやっからな。励ましたり慰めたりするのは苦手だが、代償を図ることならできる。調査に7割、判断に1割、そして残りは実行に充てる。これが俺のスタミナ配分だ。ちゅ、ズボンの裾がまだ濡れてる。空からケツの光った虫でも落ちてきたのか？ま、大した光じゃねえな。お前はその虫の光にも及ばないだろ。な、もう一回言ってみやがれ。俺のサングラス超イケてんだろ。絶対貸さねえからな。土が雲と交わり、闇が野原を飲み込むとき、我が輩が強風を吹かせ属性を焼き払ってくれよ。ホラーを吹くのも大概にしろ。この天候でエクストリームスポーツをやったら難易度が増すな。試してみたらどうだ。お前の勇姿を見せてくれよ。水分を取るのを忘れるな。おはよう。俺はこれから出かける。明日の朝まで帰ってこないから待たなくていい。せっかく来たんだ、軽く何か食べていったらどうだ。さ、これで手を拭くといい。今日という日はもうじき終わる。一日の収穫に心が満たされていようがいまいが、事実が変わることはない。俺がやるべきことは今よりも歩調を早めることだ。焚き火の煙が気になるのか？待ってくれ。よし、これでゆっくり休めるはずだ。キーニチ、お前なんで自分に人気がねえか理由を考えたことあるか？夜になってもなかなか寝つけずに月を眺めながら身もだえてただろ。この知恵の聖竜グフル・アハウが目の前にいるのだ。我が輩の前でひざまついて教えを請えば、この知恵を授けてやらないこともないぞ。少なくともお前の信者たちが殴りたくなる気持ちは分かった。竜狩り人という俺の仕事は少し特殊でな、万人から理解を得られるものじゃない。だが事態が膠着し解決策が見つからないとき、手を汚す役も必要だ。俺はその役になっても構わないと思ってる。納得のいく報酬さえもらえればな。お前が望むなら冒険者協会の依頼を分担してやってもいい。とにかく一番厄介でややこしくて、できれば命の危険があるやつで頼んだぞ。アハウが何を企んでるのか俺も知ってるが、お前のためなら危険を冒しても構わないと思ってる。俺はいつも代償って言葉を口にするが、世の中には代償を問わないこともあると信じてるんだ。神の目を使うのに代償はいらない。だが値段が明示されていない場合、後で重い代償を払わされることもある。かがり木の民は縛りのない絶対的な自由に憧れてる。その考え方に従うなら、人と竜は認め合い助け合う関係であるべきだ。決して契約によって結ばれるべきじゃない。俺は例外だがな。ケネパベリーを取るときは周りに邪魔な竜がいないか確かめた方がいい。この緑トカゲ野郎、ケチュンボ爬虫類。
お腹と背中がくっついてなけりゃ誰がお前の取った腐った身なんか食うか。なら俺が全部食べる。にゃるー、もう頭きた。俺はいつも人に代償を求める側だった。エンジン様が反魂の歌で俺を矢神の国から連れ戻してくれるまではな。代償を払う側になって俺は初めてその本当の意味を理解できた気がする。強き者にとってそれは取引の手段で、弱き者にとっては賭けの対象となる。いずれにせよ一番大事なことは賭けに出る勇気があるかどうかだ。あいつから依頼を受けたことがある。内容は戦闘顧問になってほしいというものだ。報酬もかなりうまかったから引き受けたんだが、ムアラニの腕はそう悪くなかった。だから何度か聞いてみたんだ。すると戦闘顧問を雇ったのはカチーナにサバイバルスキルを教えるためだと分かった。つまり戦いの相手は自然だったというわけだ。ま、俺からすれば日常と何ら変わらないことだがな。とにかくそれ以降常連客が2人増えた。以前彼女に関する依頼を出す奴らがいた。小玉の子の一部の人間だったんだが、カチーナが米を持ってることを妬み裏から手を回してその仲間の竜をやっつけようと企んだんだ。あ、奴らにはもう代償を払わせた。チャスカが依頼を処理してるところを俺は見たことがある。あいつとは揉め事の解決方法が違ってな。俺は一方を黙らせて片付けるタイプだが、あいつは双方を黙らせる。そして当事者はどっちも病床に伏すことになるんだ。やっと口が聞けるようになった頃にはなんで言い争ってたのかをもう覚えてないらしい。小玉のこの前を通りかかった時、ある奇妙な依頼を受けた。育てやすい植物が欲しいって依頼でな。それでサウリアンサキュレントの種を植木鉢や肥料と一緒に届けたんだ。サウリアンサキュレントは生命力が強い植物で、様々な地形に広く分布し荒野でもよく育つ。だがしばらく経って報酬を受け取りに行くと、鉢には目の影すらなかった。シロネンの園芸能力を過大評価した代償はかなり重かったな。あの件は失敗に終わった数少ない依頼の一つだった。彼女の依頼というより彼女と共同で仕事をしたことがある。彼女はトレーナーとして選手たちの食事も管理してるんだが、カロリーを一桁単位で測っていてな。そのためには品質規格ともに基準を満たす果物を仕入れる必要がある。もし少しでも黒ずんでいたり虫に食われていたりしたら即却下という徹底ぶりだ。基準が厳しすぎると文句を言う奴もいたが、俺は目が利く方だし、不良品を処理する優秀なルートがあったから何かと都合が良かった。待て、まさか俺に飲ませてたジュースって。ああ、そうだ、彼女からも依頼を受けたことがある。稲妻の商人から紙の書物を大量に購入して届けてな。依頼主のプライベートを詮索するつもりはないが、名園の主の読み物って織物に縫い付けられてるんじゃないのか。彼には以前世話になったことがある。アハウが具合が悪いって泣きわめくもんだから最高の留意に見てもらったんだ。さすが優れた医術の持ち主だけあったな。診療所に案内されたアハウがあっという間に完治したんだから。お前に何がわかるってんだ。あいつはとんでもねえヤブ医者だぜ。俺が何を言われたか知りもしねえくせに。俺は竜狩り人だが、竜を狩る必要がないときは他の依頼を引き受けることもある。お前と同業者と言えるな。
以前手紙の配達をしてると受け取り人からついでに頼まれてくれないかと言われることがよくあった。そのついでににどれぐらいの値段をつけるべきだろうな。ま、値段を言った途端ドイツも依頼を即撤回してたが、竜を初めて狩るとき俺は数週間にわたって入念な準備をした。数日かけて竜を追跡し観察を行ったり、3種類以上の罠を作ったり、それから生活習慣や好きな食べ物を詳細に記録した。結局その準備の大半は無駄だったが、時には無駄なことをするのも必要だ。アハウはかつて古い遺跡に封印されてたんだ。俺は契約を結ぶことでこいつを解放してやった。遅かれ早かれドブに頭を突っ込んじまいそうな奴が今もピンピン生きてるとはな。はぁ、まあいい。烈焔の国の至高なる領主の我が輩はこの地位にふさわしい美徳と教養を備えているからな。毎日俺に死んでほしくてたまらないってのがその美徳と教養なのか。俺が言ってんのは忍耐と時間のことだ。ま、とにかく弱みさえ掴んどけば邪悪な奴にも十分利用価値がある。クソキーニチメー、今日こそ他の奴の手を借りてお前を締めてやる。俺はこれまで何事においても代償を図ってきた。大礼から開演、つまりマリポってコメを授かった時もそれほど驚きはしなかった。生きてこそ価値を生み出せる。だから俺は全てが終わりを迎える日を望んだりしない。だが開演の持ち主として炎に焼かれる覚悟はとうにできてる。その炎に生涯見つめられていようと構わない。俺は絶対に後悔を残さないからな。エクストリームスポーツはいろいろやってる。飽きてきたら種目を変えたりしてな。このスポーツはテクニックを磨きながら自分の恐怖心に挑むものだ。まずは恐怖と向き合うことから。そして慣れたらそれをコントロールできるようになる。俺が見てきた限り悩みを抱えてるやつは考えすぎか、あるいは考えなさすぎか、そのどっちかだ。俺は常に次の目標と着地点を定めてる。だから悩む暇なんかないんだ。野外では手に入りやすいもので済ませることが多い。肉と果物はベストな選択肢だ。へっ、好き嫌いしないお利口さんぶってんじゃねえ。お前がグレインの実を取ってるとこなんか一度も見たことないぜ。重くて持ち歩きにくいからだ。冷たいもの、辛いものは神聖なる体を侵すからダメだ。脂っこいもの、匂いのきついものは内臓に悪いからアウトだな。硬いものは噛みづれえし、かといって柔らかすぎても味気がねえ。一体何なら食べるんだ。へえ、お前の魂に決まってんだろ。うまいな。これに見合う報酬を渡そう。あるいはお前の好きなものでもいい。おい、吐き出せ。この欲張りマムシが俺の分まで食いやがって。ああ、思ったよりうまいな。けっ、真に受けんじゃねえぞ。料理が下手だって心の中で皮肉ってんだよこいつ。今回はただでいいか。おい、勝手に返すなって。俺はまだ味見もしてねえぞ。いいか。わかったわかった。人に働かせる時だけ目をキラキラ輝かせやがって。モラの山でも見つけたのか。俺に頼らなきゃ飛べもしねえくせに。おい、お前に話してんだよ。いいからさっさと乗れ。偉大なる聖竜クフルアハウの背中に乗れるなんて一生にあるかないかの栄誉だぞ。ちょっとした森の旅だ。ルートは入念に計画したから俺の言う通りに進めば危険はない。安心しろ。
約束した報酬だけ忘れんなよ。ああ、さあ乗ってくれ。誕生日おめでとう。剣は硬さと鋭さで選べばいい。荷物は必要最低限のものに絞り、できるだけ軽くすべきだ。そうだな、例えばこの傘はいらない。行動を起こす前はバンダナを締め直して、冷静さと俊敏さを保つよう自分に言い聞かせてる。お前にはいろいろ世話になった。その好意をただで受け取るわけにはいかない。お前の望む値段を言ってくれてもいいし、あるいは俺が用意した報酬をもらってくれてもいい。マリポの名において決してお前をがっかりさせないと約束しよう。